チャンネルクララをご覧の皆さん、こんばんは、内藤陽介の世界を読むということで今日はあれですね、ど真ん中の話ですねそうですね、まあ、やっぱり、はい、あの少しはですね、あんまり良すぎるとしてなくて、はい、トレンドもちょっとこう、はい、意識しないといけないかなわかりましたということで、えっ、ー、とみんな大好きアンルワの話ですねはい あのアンドは要するにあの国連パレスチナ難民救済事業機関というふうになってますけれども、はい、ここのまあ職員がですね、まあ、昨年10月7日からのハマスの,その越境テロから始まったあのドンパチですが、はいはい、そのハマスの越境テロにそのメンバーが何人かがですねあの関わっていた疑惑が浮上したと。 でそれで実際、関与が認められた人については解雇したりなんだということなんですがで結局、アンルワ a の資金はあの3分の1がアメリカが出したんですけどアメリカは当然、もうあの資金停止でそれ以外にもその西側諸国はどんどん相次いで上位25か国の半分ぐらいはもう資金これを収録している時点であの一時停止少なくとも一旦ちょっと停止しましょうという話になってきてでただ、中国なんかは逆にこういうところでその影響力を増やしたいんで引き続きお金出しますみたいなことを言ったりという話ではあるんです はいでまあ、そもそもそのアンルワとは何ぞやというところからまあお話し,してもいいと思うんですねアンルワというのはもともとパレスチナ難民救済事業機関というその名の通りでありまして1948年5月15日に第一次中東戦争がまあ勃発したです要するにイスラエルが独立宣言をして認めないといって第一次中東戦争が始まって、はいはい、翌49年の、まあ、ほぼ1年ぐらいで休戦になると。うん まあこれは休戦を結んだあの国によって日付が若干違うんでとりあえず49年の半ばと言っておきますが、はい、でそのあの、ねね、その,年の12月に国連が作ってでガザ地区ヨルダンが西岸地区ヨルダン、レバノンシリアで、まあ、累計500万人の,そのパレスチナ難民がいるというふうに言われているんですが、はい、その人たちに教育、保健福祉救急などの援助を行ったりしているまあ機関であるということなんですよ。はいはい でそ,のまあ、そのメンバーがテロー組織に関しては、まあ、これ自体はまあ非常に大きなスキャンダルではあるんですが、はい、で実はアンルワの問題っていうのは、まあ、アンルワのというよりもそのパレスチナ難民の問題っていくつかあの話し始めればそれこそ全部長くなっちゃうんですが、はい、あの結構実はいろんな問題があるんですね。でまずそもそもパレスチナ難民とは何ぞやっていうことなんですが。うん あのイメージじゃなくてここはあの法律上のと言いますか規定としての定義、アンル法がどうしてパレスチナ難民救済する対象かと言っていることなんですが、はいはい、1946年の6月1日から48年の5月15日つまり第一次中東戦争が勃発する日まで、はい、この間にパレスチナに住んでいてその家,をせ家と生計を失ったものここまでいいんですけどその子孫とついているんです。 結局そうなんですよ永遠にそのパレスチナ難民というのはこの定義を生かす限りとその子孫といている限り永遠にいなくなくらないわけです別のところに生まれてもその時にいた人の子,の子,孫,で子孫であれば難認定されちゃうということになるということですね。でまあ実際には、うん、あの難民キャンプみたいなところで生活続けてる家族もいつ代々やってる人も多いんですが。うんはい でだからこの碁があるんで結局例えば、まあ、あのパレスチナであの非常に多くのパレスチナ人がその難民化したのは一つは48年ですがその次のピークとして67年の第三次中東戦争でこの時に例えばあのヨルダンが西岸からあるいはガザ地区から逃れてきた難民でもその前の時代に今言った時期に本人あるいはもしくは本人だけじゃなくても両親だったりおじいちゃんおばあちゃんがそこに住んでいれば難民と認定されるその子孫だから。うん はい、そうすると結局未来永劫パレスチナ難民が再生産され続けてるからずっと増え続けちゃう、はい、理論上は。はい、で例えば似たようなケースで我々に身近なところだと特別永住者、はい、日本のあ,、はい、あれも例えば旧植民地出身で日本国籍を持った人が、はい、これが戦後その講和条約で独立した時に、まあ、日本国籍を失ったと、はいで。その不利益を補うために 一応その他の外国人とは別枠で旧植民地出身者ということであの特別永住者制度というのはあったわけですよ、うんで。ところがこれもずっといつまでやるのかという話になってきてで3世ぐらいまでは、まあ、とりあえずしょうがないとしてもでもその後どうするのという時に実は91年にあの結局この時なし崩し的に4世以降も適用されるということでだから一応特別永住者っていうのは基本的にはそのずっと未来永劫を、うんはい 権利は継承されていくわけですよね。まあ、そういうこと。理論上は今でも。はい、だから、はい、極端な話、在日、百世とかっていう人がいたっておかしくないですか、はい。まあ、そうなりますよね。これ。あの、将来的にはね。理論上は。理論上はね。はいはい、で、ただし、この時の、一応、目的と言いますか。そう、なんで、そういうことをしたかというと、確かに。 可能性としてはそうなんだけどただ3世4世になってくるとで日本に生活基盤があると確かにそれは韓国人朝鮮人という言い方をしたところで基本的には日本でしか生活しないし生活の基はこっちにあるから徐々に日本国籍取っていくよねと。そうすると結果的に日本国籍を取っていく人がいればいわゆる特別永住者とされる人たちは将来的には徐々に減っていって限りなくゼロになっていくよね将来的にはと長い時間をかけてと。 今ハードランディングするんじゃなくていわゆるソフトランディング非常に緩やかなソフトランディングをしていけば特別永住者は多分100年後には、まあ、限りなくゼロに近いレベルになっていくよねと。で実際日本の特別永住者っての数は減ってるわけですよ。うん 実際にそのだってもう日本で生まれて台湾出身者ということでちょっと中国語もできなければハングルも全然できないし別に自分はもう日本で教育受けてるしっていう、はい、特にこだわりもないしっていう人が多ければそれ減っていくわけですよ。はい、でな同じような形で本当パレスチナ難民も子孫がというふうなことを言っても、はい、例えばそのい今のイスラエル領内に逃れたり特にヨルダンが西岸とかガザ地区の難民に逃れたりあるいは周辺アラブ諸国に逃げるという人も い,ていいいてんですが、はい、でその人たちがそれぞれの地域で逃げていった先で生活基盤を確立してその国の国国籍を取得していけばいいわけけばわです、うん、そうすればそれは自然になくなっていくだろうというふうな形になるんですがところがパレスナの場合はは日本としてそうならならいんですよ、はい、でなんでかで一つはまずアンローが活動を始めた要するに割とつい最近までというのはですねアラブ諸国というのはイスラエルは合法政権ではないと。はい 要するにイスラエルは勝手にあそこをパレスチナに占領してるんだと、はい、少なくとも1980年代90年代初めぐらいまではそういうふうに言ってたわけですよ。はい、まあエ,エジプトはイスラエル和平やりましたけども他かはね、はい、でそうすると不法に占拠されたんだから難民は不法行為の被害者だと、うん、だから奪われた土地に帰る権利帰還権があるんだという、はい、これがまあ前提になってるわけですあ。そういう主張ってことですね。はい、だから機関権と同時にそれれれがどんどんん相続ささてて継承いいくという 一方、じゃその帰還権というのがなしにじゃイスラエル側がちゃんと国籍を与えてイスラエル国民として偶然すればいいじゃないかというふうに言うんですけど、はい、実はイスラエル側もそれしないんですよ。はい、で、イスラエル側はイスラエル側で例えばそのヨルダン川西岸とガザ地区に関してはですね、こ住民登録をするわけですけれどもこのパレスチナ人に対しては、ね、市民権と国,国籍を認めないと。うん、で、イスラエル軍が発行する ID カードは渡すと。 でっていうのはイスラエルという国はこれはユダヤ人の国だからという建前があるんで,でもちろんだけどユダヤ人というのでもパレスチナアラブ系の,そのアラビア語を母語とするユダヤ教徒とありうるわけだからそれはそれでいいんだけどでも一応いわゆるパレスチナ系の人というのに対しては国籍を取るハードルがものすごい高いわけです。で大体ヨルダン河とのあの辺でガザなんかで暮らしてる普通の人っていうのは ID カードもらうんですけれどもだから例えばあのヨルダンかに逃れた人はヨルダン国籍もらえますけれども結局他のアラブ諸国も難民扱いでなかなか パスポートをあげない、で、うん、いや、あれは不法占拠されてないか、いずれ帰ってくださいねっていう、そういう対応なわけです。はい、で、例えば、これが日本の特別永住者だと、国籍欲しかったら、それは一定の資格とか手続き取れば、ね。はい、どうぞという話、に、はい、少なくとも今なってるわけですけれども。だから。はい、<っ>そういう感じじゃない、中途半端な状況になってるってこと、ね。そう、だから、結局減らないわけですよね、アで、実際、例えば、トランプの時代に、第一次のそのトランプ政権の時代に。うん、あの、アメリカは、その、まあ、二千十七年にトランプ政権を放送しますけれども、あの、運営の。 アンルワの,の予算全体3割3億6万円でところがあの結局その2017年というのはあのエルサレムにその大使館移転したと、うん、いうことでこれは、まあ、トランプはもう50年経ったからいいよねという形でえいやってやっちゃったわけですよ。うん、でその時に例えばあのまあ結果的に言うとほとんどの国はそれは黙認したわけです政府レベルとしては。はい、でもう確かにそれでパレスチナがまあ見捨てられたという状況にまあなったんだけれども。 あのただ党のパリスタンはそれは当然怒るわけですよ。怒ってもうアメリカとは交渉しないというふうなことを言っちゃったもんでいやアメリカもいやそういうことだったらもう金も出しませんよということで2018年に1億2500万ドル出す予定だったのを6500万ドル支払い凍結すると。うん、でさらにいやこのままトランプはそのビジネスマンですからこれおかしいでしょうと。うん、で資金はもうこんなんじゃ出さない、うん、それからこう未来永劫難民が増え続けてどう考えてもおかしいと。はい だからこれは難民認定は第一次中東戦争が起きた当時の難民に絞ったらいいじゃないかとかその時にいた人じゃないとこれは権利にさすがおかしいとでそうすると実際今難民認定されている人の10分の1時間になるんですね、はい、でこれが認められなきゃ出さないよというふうなことで2019年から試験を完全にストップしたわけです。 でさらにこの組織がやっぱり国際機関で肥大化していけば当然そこに腐敗とか不正が蔓延するわけで,で、ね、実はその2019年には事務総長のですね、えー、ピエール・クレヘンビュールという男がいたんですがこの男が結構、コネ採用だとか職権内をやっててでし要は私物化してたわけですわ。はい でもちろんこれは親分ですから要するにその親分がこうであればその子分なんかがいろんなコネ作業とかなんとかあったりして、はい、でそんなのが明るみに出たんでスイスだとかオランダなんかも一時ですね資金をやめますと、はい、で要するにパレスチナを支援するのはいいんだけどちょっとこれはこの人たちにはまずいよねって話になったわけです、はいまあ、国際機関っていうのは誰も第三者監査してないというかうやりたいことないな、はい、でだけどやっぱり不正が明らかになったらそれはやっぱりお金少し止めるよねと。で 結局その2020年にアメリカとイスラエルが共出した和平案というのがありますけどでここではウンルワを解体,しもう解体しようというふうに言うわけですよ。はい、でパレスチナ難民の帰還権も否定するまあこれはイスラエル側のネタニヤフの,その要望にほぼ沿った形になったんですけれどもただこれが翌21年にバイデン政権を発足するとチャラになるとで実際にバイデン政権はウンルアにそに資金をもう一回出すで合計この年だけで2億3500万ドルの支援をまあ出しちゃうと。はい いうことやってるわけですよだからこういう組織だったという問題があるで去年の10月にハマスが大規模テロでやっぱりこのウン r w の職員が関わっていたということが明らかになってこれはどこまでやるのかということなんですがこれもはっきり言ってウンアもはそういうやっぱりテロに関わったということになればこれやっぱり国際社会の信頼を、うん、<laughs> 国連の組織ですかね一応そう組織だからこれはまずいでしょうと u n やっぱり変えて,て、はい、下手したらこれは事務局の責任問題だから、はい、グテーレスの首が飛んだっておかしくない話なわけです,そうですね。ね。 うん、でじゃあこれ運動をほっといていいんですかというふうな話になるんだけれどもでもところがですねこれなかなかそうは言っても運動は潰せない事情もあるんです。うん、であの一つにはやっぱりパレスチナの,あの,あのこれアバス政権、まあ、あのヨルダンガ西岸のファターですねそれ、うん、からまあガザ地区のハマスですよ、うん、あれがじゃあパレスチナ政府として機能してるのかと、うん、実際機能してないわけじゃないですか。うん、そうすると全部が全部部がじゃないんだけど運運やっぱりアアンルアが 行政の一部をやっぱり肩代わりしてだめになるんですよ。まあなきゃ困るってことですね。そうっす。なきゃ困る。はい、なきゃ困るわけです。はい、だから一応こういうことやってるとちゃんと組織の改革をするまでは金出さないと止めることはできるんですよ。うん、で首切りって一応解決することができてもじゃあ解体できるのかで解体ってどういうそのじゃあ政府が当てにならないんだったら、はいはい、例えば教育だとか医療だとかってのをやる組織をどう作るのっていうと問題になってくるしあるいはさっき言ったみたいに。 難民をその減らしてていくってことがあればじゃあ例えば今の,そのイスラエル領内に逃れてるいあのパレスチナ人ってそこそこいるわけですからその人たちにじゃあイスラエル国籍与えるんですかと、うん、でそれをイスラエルどうやって説得するのっていうとな、うん、なかなか難しいですね結局バトル中なのでバトル中で日、はい、ッチも,チも行かないんですだから、うん、これアンルは消しからん、うん、ン紋は,は消しからん解体だといやそれはその通りなんだけどじゃあ解体したらどうすんのっていうと、うん、どうにもなんないんで結局そこでもにモもにニもに、はい、止まっちゃうわけです。しかも これがあのやっぱりアンルワの問題があの出てきたタイミングっていうのもあのこれもですね結構いろいろ悩ましいところがあるんですね。 もともとアンルワというのはそういう組織なので、はい、テロリストが入り込んでるんじゃないのと、はい、まあ人によってはアンルワがテロリストに牛耳られてるという人もいるのでそ,、まあ、そこまではさすがにいかんだろうと、はい、ただ結局スクリーニングなんか非常にずさんですからいわゆるテロ,テロってる人たちが入ってくる可能性は大いにあって、はい、で関与しているあるいは情報が漏れているという話はこれはまあその疑惑はいろいろささやかしたことは事実なんですよ。はい それの疑惑が逆あると言われたタイミングが1月26日なんですけど実はこの1月26日っていうのは何かっていうと去年の暮れに南アフリカがイスラエルをですね、はい、これはあのジェノサイドだとイスラエルの過剰部はジェノサイドだって,って、まあ、訴えたわけですよ。ですね<う>で一応ジェノサイドかどうかというふうな認定はやっぱりこれは非常にそ,のそんな短期間で出てませんから時間はかかるんだと。はい でただあのイスラエルはその自分たちがジェノサイドと言って訴えられること自体が気に入らないわけですよ。まあそううでしょうねだってそれはホロコーストで平タユダヤ人が作った国だから、はい、自分たちジェノサイドされた側だから、はい、そのジェノサイドされた側が今度は別の民族に対してジェノサイドやってるってい,、はい、いやそんなことはありえないだろうというのは彼らの主張で、はい、だから訴え,、はい、訴え自体はそんなものを訴,訴えること自体がナンセンスだと。はい ということで門前払いにしろと言ったんだけど一応門前払いにしないで受理しますよと、はい、いうことを言ったわけですよ。はい、でそうするとこれイスラエルの世論っていうのはどう捉えるかというと自分たちがやっぱりジェノサイドあたかもやったかような印象をそのつけられたというふうに、はい、そういうふうにまと彼ら理解するわけです。はい、でしかもこののの1 1月月26 21日日日がが翌 あの国際ホロコース記念日なんでですよのメモリアルででこれは45年にアウシュビッツが、まあはい、ソ連軍によって解放されたというかそういうのに進駐してきて、はい、アウシュビッツが、まあ、とりあえず解放されたという、はい、されてる日なんですね。はい、でそれでまあ一応全世界的にいろんなイベントがあるんですけど、はい、でその前の日にこれぶつけて一応ジェノサイドに当たるかどうか今後の審査次第だけど、はい、イスラエルがジェノサイドとして訴えられてる裁判をあのちゃんとやりますと。 いう,ふうなあのでそれで、まあ、あの緊急措置というふうなことをですね、まあ、これ一時差し止めみたいなような形で、はい、あのやっていくという,ふうなことを言ったわけですがただ、どちらにしてもこれやっぱりイスラエルにしてみれば訴えられないこと自体が、はい、この裁判が成立すること自体がやっぱりこれ気に入らない、はい、国家の根幹に関わるということなんでなんか言ってみればこの時期に。 のはい、そのまあアン・ルアの職員がテロに関与してたというふうなことが浮上してくれば、はい、それによってそっちの方がよりスキャンダルですよ大きいですから,、はい、からそれで上から打ち消すという多分そういったあの構図にになってるるんですね、はい、時系列見るとただまあ結果的にこれが、まあ、一番、まあ、実際その国連機関の職員がテロに関与してたこれは大スキャンダルですから,、はい、から当然それまあ消えちゃったと。はい でそこで、まあ、アンルはその解体しろということを、まあ、イスラエルネタニヤフなんか言い出したんですが、はいはい、ただ逆にですよこれ確かにそのアンルは非常に問題だということで解体を含めたあの組織をどう改変するのか例えば難民の,もんあの支援ということであればもうそれこそ、はい、あの国連難民高等弁務官事務所とこう合同しちゃうとか、まあ、いろんなやり方あるんでしょうけれども、はい、でも 例えば、アンルはじゃあこのままじゃいけないよねとやっぱ抜本的に手を入れなきゃいけないよねというふうな時に、はい、まあこれはネタニヤフは前々から確かに言ってたことがあるんだけれども1月31日にですよ国連に対しての会談でアンルはをやっぱり終わ役割が終わったと認識する時が来たもう解体すべきだみたいなことを言っちゃうわけですよ。はい、でもちろんネタニヤフは前々から言っちゃうから同じことを繰り返しただけだというふうに言ってしまうそれまでなんだけど、はいはい、だけど。 イスラエル側からアン乱を解体しろと言ったらこれ逆に解体できなくなっちゃうんですよ。えー、えー、まあ、そういういことですよね。だって、はい、少なくともイスラエルから言われたら例えばアラブ諸国とかその辺が他の今イスラエルを例えばジェノサイドと認定した人たちだったり、はい、あるいはイスラエル過剰防衛だよねってイスラエルもちょっと実を求めるって人たちは、はい、おいお前ちょっとそれはないだろうっていう話にこれ当然なるわけで、はい、だから本当にこれ解体したいんだったらネタにはこれ黙ってなきゃいけないんですけど。 はい、黙っていて責任者のねきちんとした処罰を求むぐらいなことにとどめときゃいいんだけどそれがやっぱり黙ってられないというところはやっぱりネタニヤフのやっぱり限界だし、はいはい、結局今そのパレスチのナの問題に関してですよせっかく一番最初に。 あの去年あのテロ越境テロでやられた時は被害者せっかく,、まあ、せっかくこう言ったら悪いけど被害者ポジションを取って、うん、国際世論の少なくとも西側世界は、はい、まあそれまで、あ、イスラエルの,その、まあ、対パレスチナ政権の問題があるにしてもこれはハマスは許せないよねというようなことを言ってたのがもう空気ががらっと変わっちゃったじゃないですか。はい そういうところのイスラエルの失点のというものが実は結構大きくてやっぱりここで黙ってられないネタニヤフっていうのもやっぱりそろそろ限界がいろんな意味で来てるよねというところも含めてあるかなというちょっとお話をしてみたということなんですね。はいはいうん、あんまりイスラエルってこういういプロパガンダ戦強くないです、ね、いやだから少なくとも最近強くないですよ。かつてのプロパガンダというのはともかくですね少なくともこの半年1年。 に関して言うと、やっぱりイスラエルが、あの、はっきり言ってプロパガンダ戦では完全に自滅しちゃってますよね。うん、そうですよね。だから、この時になんでこう黙っていて、もう責任者の厳正なる処罰を求むと。うん、で、われわれは、ちゃんと平和ということを言えばいいのに、うん、で、余計なその抗議もしないとかですね。うんはい、やっぱり、あの、それをできないところに、やっぱり、まあ、言ってみれば、イスラエルのその今のその政権が、やっぱり、あの、特に。 極端な右派といいますか強硬派に引きずられているということもよく指摘されていますがやっぱりこれはあのー、ちょっと、ね、イスラエルももうちょっと戦略の見直しがしないとみすみす仮にイスラエル不利な状況に追い込まれたところで、ね、あの問題の解決に何もならないわけですから。そうですね、というよりこのアンルアって日本もお金出してますよね。 だから、まず日本もやっぱりお金出してますけれども、あの日本を含めて、やっぱりまずアンルはのその資金を一回ちょっと止めて。うん、まあ、グテーレスあたりはですね、アンルは必要な組織なんで、これはあの潰すのは認められないとか言ってますけど、まあ、確かにそれ、やってり活動は必要ですよ。だけど、今の連中に任せていいかっていうのは、それはまた別の問題ですから。まあ、だから、中身の活動内容と、その箱の話を一緒にしてはいけないですよね。そう、そう、だから、やっぱり、あれなんですよね、うん、これ、日本もそうですけれども、うん、あのあ。 公,公のです、ね、公的な機関というのはやっぱり定期的に監査入れないとダメだめ、ね、だすね。監査なりチェックなりが入らないとやっぱりおかしなことになっていくよねというそういうオチに結局なっちゃうんですよね。うん、はい、えー、ということでですね、えー、最後はあ内藤先生に減税派になっていただいたと私もともと減税派じゃないいやコメントコメントが国際問題でも減税派としてコメントをいただきました。 日本には近代政党が必要だ近代政党というからには、ちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてるんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですか。 チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。